速報久保建英、ついに市場価値が日本人歴代最高額に到達してしまう。ミーガも更新で、建英、市場価値が60,094億円になったんだ。日本円約94億で歴代最高額か、さすがやな。アジア人はどうしても過小評価されるから、22歳で94億円ならめちゃくちゃすごいよ。ソシエダは竹のバイアウトの金額設定ミスったな。まあそれだけ竹が目覚ましく成長したってことなんだ。きたー。それにしても富低いな。これでも上がったけどもっと上がってよい。富に限らず、ディフェンスはそんなに高くならないんだ。ミトシンがハードワークしまくった日にミトが怪我して市場価値で竹に抜かれるのはさすがに。伊藤解読だよ。竹一人で6人糸が買えるんだ。糸はお買い得なんだ。ソシエダでなんぼ活躍してもローカルヒーローのままだ。真の世界的選手になるにはより大きなクラブに移籍しないと。ここ1年でフィジカル面が急成長してる。今はラリーガでも 1vs1 じゃ基本抑えられないからダブルチームで対処。CL 見ても普通にすごいよ。俊介とかが合体させた感じかな。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。